始まるよ。こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。みたけです。前回投下した動画、反響いただきありがとうございました。今回は12月24日から30日までの年末を彩るルックブックの動画です。1週間分着替えました。メイクもヘアスタイルも変えたので楽しんでいただけたらと思います。クリスマス当日は清純可憐な乙女なデートの装いで、ただね、京都がもう歯にひびが入るくらい寒くって、重ね着で防寒しつつも透け感で可愛らしい感じを目指してみたよ。女の子は体冷やしちゃダメだからねってよく言われませんか？ちなみに時間にだらしない人は無理です。ちょっとの遅刻だろうが、その時間があったら髪も巻けるし、アイシャドウも丁寧に塗れんだろうがって話だよね。せっかくなら、より可愛い時に会いたいよね。本日は気心知れた友人たちと恒例の貴族のお茶会。優雅でパンクな時を楽しむために、欲に素直で美しいロココ時代のオフランスの貴族の装いを現代に落とし込んでみたよ。そして姫だけじゃなくって、さまざまな性別がファビュラスでゴージャスなので、性別を感じさせない、性別イコール私であることを一番に大切にしているよ。ヘアメイクは宗教画の天使をイメージ、異国を感じさせるメイクはバタバタな幸せの疲れ、クマなどを隠しミステリアスにしてくれる持ち味があり、非常におすすめです。ぜひ皆様も好きな色をまといましょう。ミニスカートがミニすぎた時、同系色の他のミニと重ねると調和性が生まれて、とってもおすすめです。全部を完璧に可愛く決めるより、靴に違うテイストを入れてみると、アンバランスになって、とっても可愛い。お砂糖菓子みたいな甘い色合いの、何にも入らないビーズバッグも、貴族的精神で、とっても可愛いです。表参道でお買い物の装い、私お金持ってますな海外ディーバをイメージし、経済を回していく装い。そんな圧にやられて、どこに行くにしても神接客を受けることは間違いなし。ちなみに最近はリサイクルショップのタンポポハウスでニットを買ったよ。実際におしゃれにブランドは関係ないのです。デザインとして選ぶブランドは最高だけど、ブランドとしてお洋服を選ぶのはちょっと違うのかなと思います。アクセサリーでインパクトを出したいとき、思い切ってベルトを首に巻くよ。どんなネックレスよりもボリュームがあって華やかになるよ。シックな装いのときはクロワのベルトとか。全身に色を使いすぎたとき、一つの色を大きい面積に散らしてあげるとバランス取れるよ。あ、こけそう。皆様、年末の大掃除はどんな感じでしょうか？かくいう私はミニマリストになったので、掃除しなくても楽で最高。それでもお洋服は600着くらいあるという矛盾なのですが、汚れが目立たないように全身黒のお掃除の装い、人混みが多い社交の集まりにも活用できそうですよね。カチューシャとチョーカーはお掃除モップをイメージしてみたよ。髪の毛と眉毛とリップの色を合わせると小顔に見えるし、眉毛も目に使ったアイシャドウで描いているので、さらに小顔に見える欲張りセットです。
眉毛の脱色も髪の毛全部セルフでやっているよ。それだけで年間何十万円の節約だし、派手髪はコツさえ掴んじゃえば誰にでもできるよ。ブリーチは危険だから要注意ね。人が多いお正月の買い出しで、いかに迷子にならないかと重きを置いている装い。これだったら絶対迷子にならないし、晴れの色合いで映えること間違いなし。すべての景色を自分のセットにしちゃおう。ちなみに待ち受けは宮明弘様です。ズボンの上にブーツを重ねるとあえてパンツって言いません。ルーズソックスみたいになって色気出るよね。おすすめです。メイクは青リップが強い主役なので、アイラインは優しい茶色でぼかす。ブルベの方は紫色でアイラインをぼかしてもとっても可愛いかも。ちなみにフリルブラウスは14歳の頃から着ているよ。本当に好きなものって長持ちするから、自分の好きな装いのスタイルを大切にすることがおしゃれの一歩というか楽しさだよね。スカートはパニエで膨らませてボリュームを出すことが大事。動画編集の装いなので、90年代の原宿とオタク感を混ぜたよ。ブワーンってなるパニエが理想なので、ぜひぴったりを探してみてね。ルックブックご視聴いただきありがとうございました。一週間分着替えたよ、むっちゃん。本当にね、撮影だけで10時間以上かかってます。皆様の年末の楽しみの一つになれたらなと思います。今回ね、前回の動画と毛色が違うんですけど、いろいろな自分の好きだったりとか出していけたらなと思います。次の衣装で最後です。それではあげー、バイバーイ。今回の撮影で使ったリップは全部シャネルだよ。落ちないし、おしゃれで古くなりにくい色がたくさんあるから試してみて。特にホリデーシーズンはこういうメタリックな色合いが充実していて暑いよ。この星に生まれついた日、きっとなんだか嬉しくて、きっとなんだか切なくて、僕たちは泣いていたんだ。ファイヤーファイヤーオーヤーダーン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 Da-d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 a
好きなあゆちゃんのライブはなんと今年で7年連続参戦なので、足元も抜かりなく、皆様も楽しい年末をお過ごしください。ご視聴いただきありがとうございました。それではごきげんよう。